風に流されて散ってしまった花びらは、行き交う人に踏みつけられて茶色くくすんでしまって、雨に流されては排水溝にナンパ線のような花いかだを作る。そしてどこにも行けず、誰にも見向きもされないまま、燃えるゴミの一つとして捨てられてしまうのでしょう。聞き飽きた流行の歌は背中を押すだけをして責任なんか取ってくれないまま、工業製品のような加工を量産するだけの現状を人生ということにしている。花びらは何を思って空気に身を委ねるのでしょうか。舞い降りた一枚を手のひらでそっと受け止める。消えてくれない淡い輝きが確かにそこに存在していた。それでもの4文字を続けたくなるのは、きっと一枚の花びらのような強い感情に触れたからで、死にたいの連続の中に一瞬だけ触れた何かの感覚があるからで、そして大きな風が通りを吹き抜けてゆく。風に煽られた花びらは